はいどうも皆さんこんにちはこんがりです。というわけでですね本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。はいということでね、えー、本日使っていく武器なんですけれどもこちらの M96 になります。はいこれねリスナーからリクエストがあって、まあ、格安でね、えー、使える武器っていうふうに、まあね、おすすめしてもらったんですがちょっとね魔改造してしまいました。はい まあ本当はね、もっとね、えー、格安カスタムでできますよっていうことを教えてもらったんですけど、ちょっとね、あの、ロマンを追い求めてしまって、高くね、えー、ついてしまったんですが、今回使っていくのがこちら。はい。えー、マジでね、アタッチメントがですね、全然これ入んないんですよね。アタッチメントがですね、もう3つしかつかない。この装飾っていうものは何なんでしょうね。まあ、よくわからないんですが、まあ、とりあえず、サイトとベースとマガジンのみなので、 ま非常にですね、まあ、シンプルなんですよでなおかつ、まあ、この武器ね、えー、本体価格が !700 ウィーンで買えるので、まあ、マジでね、えー、ま本当に、えー、節約しようと思えば、えー、マジで節約できる武器かなって思います、はい、ただ僕はね今回はたいてしまいました大金を、えー、でね 弾もですね4層貫通弾に設定しているんですが、まあ、果たしてですねこのリコイル制御垂直59っていうのを僕は扱いこなせるんでしょうかはい水平に至っては35です、まあ、よくわかんないんですがとりあえずね、えー、射撃場潜っていきましょうはいということで早速撃っていきたいと思うんですがこのね M96 っていう武器1回撃つとね弾が3発出るんですよはいでまあもうこうやってね リズムよくね、タップ打ちとかしても多分変わらないと思うんだよな。あの、PUBG モバイルとかはさ、リズムよくね、バースト銃をタップすると、フルオート的な感じで打ってたんですが、この武器はね、ういうの無理ですよね。まあ、この武器はっていうか、このアリーナブレイクアウトの仕様は。はい。まあよくわかんないんですが、とりあえず、一回打ったら3発出てくれるんですけど、なんかしょうもないな。うん、しょっぱいですね、これね。いや、正直なところ、マジでわからん。これさ、 4層貫通弾じゃダメなのかもしんないなこれもしかしたらえそうだよねこれねちょっとさ弾変えてみますか弾がいけない可能性あるわはいということでね、えー、ちょっと弾を変えてきたんですけれどもリスナーのですねおすすめの弾っていうのを今回ね詰めてきましたこちらの FMJ ハンティング弾になるんですが、えー、貫通レベルが2でそして基礎ダメージ53アーマーのダメージ7.1 えこれがですね、えー、かなりおぬぬめらしい、はい、300発買って弾のお値段は7500円だったんですけれどもこれマジで強いのかね分かんないんですよね防具に当てても全然沈まないからまあ足当てしないといけないと思うんですけどハンティング弾ってねもう1種類あってもう1個の方はねダメージが70超えてたんですよねだからこっちを使うメリットっていうのが僕は分からないんでただ単にね おぬぬめされただけなんでちょっとよくわからないんですが、まあ、とりあえずですね、えー、今回は、まあ、リスナーを信じて、えー、この武器使っていこうかなと思いますてかさこれタップ打ちでさ連射できるとかないよなうん これ多分ね、普通にさ、まあ、こんな感じだと思うんですけど、これ強いのかマジでわかんない。はい、未知数のね、武器使って、今回はですね、まあ、農場をやっていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴーはい、ということでね、秒速 15cm でマッチングしました。対戦よろしくお願いします。あと10秒早ければ、 秒速 5cm になったのに残念です。はいということで今回のですねリスナーのリクエストなんですけれども2倍サイトに20連マガジンに 55FMJ ハンティング弾を入れるのがおすすめです。多分この強さでこの安さの武器はこれだけですっていうね、えー、非常にですね高い評価を受けているんですが僕には何が強いのか全くわからん、えー、もうちょっとね、えー、詳しく説明してもらえると嬉しかったんですが。 えこれさ、なんでこの玉なのかも分かってないしね、僕ね。はい。まあ、とりあえずやっていきますか。うん。まあ、花より団子っていうか、論より証拠っていうか、まあ、とりあえず、機上の空論なんてものは、すっ飛ばしてやって、敵、しばけばいいんだろう。とりあえずですね、敵をしばくことのみを、ちょっと考えていこう。はい、えー。ということで、一旦ここで動かざることを決め込んでおきましょうかねで。鎮痛決めていきましょう。危なかった、本当に。 これ忘れがちだからね、本当におしゃべりなね、人ほど気をつけてほしいんですけど、しゃべりに夢中でさ、鎮痛飲むね、えー、ことを忘れるケースが多発しておりますので、まあ、皆さん気をつけましょう。はいまあ、特にね、やっぱり好きなことかとさ、アリーナブレイクアウトとかやってる人はさ、まあ、余計だよね、その好きなことさ、しゃべるのに夢中で、なんかその鎮痛飲み忘れて守れないっていう、その絵が一番最悪のケースですからね。 ま皆さんはね、えー、好きな人とメンタルブレイクアウトを遊ぶときには、しっかりと鎮痛飲んであげて、守れるようにしましょうね。やっぱり好きな人をさ、守ってさ、でなおかつ、この全ロスするドキドキ感と合わせれば、まあ、マジでね、釣り橋効果狙えると思うんですよ。はい。だから、まあ、皆さんね、頑張ってみてほしいんですけれども、とりあえずなんか足音聞こえてきたな。 冷、えー、たくないけど詰めましょうかこれ、うん、ちょっとどっちでもいいんだけどさ荷揚げ場2機は、えー、どうしよっかなまあ行きたいんだけど怖いんだよね本当にこの武器マジでさ未知数だからわからないのよ本当にマジでちょっと怖いんでやめてほしいんですがどうすりゃいいんでしょうねこれ頭を狙えばいいのか足を狙えばいいのかまあ足打ちで今回やっていこうかなという感じで考えているんですが まあ、分からん本当に正直マジでこの武器道数すぎてもうスカブ以外で使ったことないしなしかもなんならさスカブの時もうまく使えなくて毎回しばかれていたので本当にね自信がないんですよ今回マジでなんかナイーブになってるんで最近全ロスばっかしてさマジでここら辺でさちょっと帰還したいんで 本気でやっていきたいと思うんですけれども敵がですね一向に動きを見せませんはいどんだけって感じいやマジでさ幻なんですけどちょっとどうしよう本当に敵が動いてくれないから僕も動けないんだよなこんな装備でさ動いたらさしばかれると思うんでねああああついに動き始めたかじゃあいきましょうかやっちゃいましょうさあここでこんがり出陣いますねサプの音 さあそしてなんか足音も聞こえてきあがったうわやばこわ何枚いるこれうわいっぱいいるかあああまずめ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 はい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 弱い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 待ってこれ予想以上にだめだみんなごめん俺無理死ぬ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 やめてくれ本当に危なアップねマジで怖すぎははははは怖いって本当にこれ何が強いの おおいおい、待ってきやがったんだけど普通に詰めてきやがったかマジでだるいですねちょこれさ回復してる暇ないよな怖すぎ怖すぎ怖すぎあ来きてるきてるきてるちょ待ってくれよ回復していいか答えは聞いてないああまずい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 ,まずいああちょっと待っどこ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 あっいっ止めておいどうすりゃいいんだよどうすりゃいいんだよおい待って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  本当にまずいぞ。2枚引きやがってる。俺だー。何が強かったん？この武器意味がわからない <laughs>。こどういうこと？な <laughs> んなの？これねえ、みんな教えてくれよ。俺に正解を何が強かったんだ。この武器はおい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 リクエストしてくれた。そこのリスナー何が強いんだよ。この武器邪ましたな。<laughs> いやわからん。本当にさ。 強さがみじんも感じられなかったまだ4層貫通の方が良かったのかないやよく分からないけどさ中途半端ですよね本当にもうマジでさ M96 めちゃ強いっていう話どこに行ったのよく分かんなかったんですけど本当にうわーもうせめてフルオートで打てる武器だったら全然しばけたと思うんですけどね いい敵を逃してしまいましてままた自ら、はい、えー、ということでなんか無事56されたんですがえー、っとですねこれは僕がいけないんでしょうかそれとも M96 がいけないんでしょうかそれとも弾がいけないんでしょうかよくわからないんですけれどもちょっとねタップ打ちしてもさフルオートで打てる気配なかったしで弾はね全然貫通しないし、えー、マジで扱いにくいしもほほほう。<laughs> <laughs> やめてよ本当に俺強さ知りたいこの M96 のみんなさ M96 さ強いと思う弱いと思うコメント欄でね是非、えー、コメントを残してみてくださいはい教えてくださいこの武器の強さを全く分からんかった僕はもうむしろ今まで使った武器の中で、ね、最弱かと思ったねはいえー、ちょっとですねこの武器に関しましまてはもう僕は僕ね 二度と使うことがないでしょう以上こんがりでしたじゃあなっちじ引退します